やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーです。はい、現在12月20日火曜日の午前12時28分ですね。さあ、いよいよ最終回の時がやってまいりました。新米錬金術師の店舗経営12話ですね。果たして前回サラマンダー、あれほんまに倒せたかどうかっていうのね、ちょっと気になるところですね。はい、それでは行きましょう。 D アニメストアです。3、2、1、スタート。あ、これですか。熱い梅昆布茶です。いや、前回ね、もうサラマンダーの討伐なかなか熱かってね、オフィーリアが良かったですね。あ、これが最後のオープニングやな。もう D アニメストアも括弧全12話つきましたからね。これ見終わったらコンプリートのマークがつくんか。ヨック村を救うためにもね、サラマンダーをこう倒さなあかんかったってことで。ちゃんとアバンなしのオープニングをやってくれたと思うかったな、最終回で。この大西あぐりさんのオープニングを聞くのも最後か。さあ、もう最終回でアイリスとケイトの借金も消えるんかね。そう、あ、もう倒せたと確信したのね、これ。ああ、そうか。おお、よかったね。欲をかくね。ホーバールね。おお、だるな。ちょっと失礼。実家か、サラサの。サラサの実家。あ、オフィリアじゃないよな。ルロイ。担当さん。何？いやいや、これ乗らへんやろ。あら、ロレアが。いや、そら、みんな置いていかんやろ、そら。
そやな、最初はせやせや。宇崎ちゃんの柳状態だな、髪型。そうか、それを考えると、これロレや心配やわな、そら。あ、それジャスパーや。エルズとジャスパーね。ご一緒に。あれ、ディラルやったっけ、なんだっけ、あれ、宿のおばちゃんのままやな、ディラルじゃないな、なんだっけ。半年か。これあのオバハンおっさんのノリね、アイリンや。ゲベルクや。草畑よ。どっちなの？ディラルやね。ディラルで落ちたな。ああ、窓このね。ええ人たちやの。こう言われたら出てかれへんで、しかし。店畳むじゃなくて、あいにやね。一緒に来てくれ言うんちゃう。
さあ、1話では1ヶ月かかったけどね。半月豊か移動で。番頭さんやったか。あ、来た来た来た。あ、番頭さんか。あ、番頭さんか、名前じゃなくて。こいつはマジでいらんことを。レオノラさんね。ああ、柔軟グローブね。飯が豪華やな。オムライスいいな。結構な活気づいてるね。
かええ方法ないんかの。あれ戻った。あれオフィリアのとこかな。そうやね、マリアさんやね。相談するんやろね。目が開いたぞ。急に剣の手ほどき。ということは？お、帰ってきた。シャラシャシャーン言うてる。なるほど、関わるもの全ての幸せよ。あ、提携する。
アニメやったわ。ファインディーズ。ああ終わったな。ああ終わったな。おお、むちゃむちゃサラマンダの売却ですごい儲けてる。終わってもうた。1,100,000,100,000,100,000,1,490,200,000儲けが出たのね。いやー、まあ何が良かったかっていうとね、このサラさんのもちろん成長は良かったんですけども、そのアイリスとケイトがね、その最初あれなんで借金背負ったっけか、あ、せやまずあのアイリスの一番最初片腕がね、あの取られた状態で、切断した状態で、確かケイトがね、おんぶして入ってきたよね。3話やったかな。それの治療費が2000万とかやったよね。それを返すために、やったけども、そのなんちゅうかな、このサラサの慈悲が良かったのよね。借金返すためにうちに住みなさいと。住んで、その家賃、確か家賃は確か安く取ってたかな。で、給料から毎月その借金を天引きしてあげするっていう条件で、2人働くことになったっていう、この慈悲の心が素晴らしいなと。もうふざったら、もう早く借金解散か言われっていうね。まあそんなわけないけど、だから直してあげた上に、そのサラさんの優しさでね、2人がこう働くことになって、それによってこう強い絆が生まれていってね、っていうのがまあ非常に良かったかなと。でさらにはね、10話あったかな、出てきたアイリスの、親父とケイトの母親ね、実は貴族の娘やったっていうことは分かったけどもね、その貴族の方でも、確か誰や、欲を科学やったかに、まあ騙されて借金背負って、でその辺の面倒まで見るっていうところがね、そのためにサラマンダー、じゃあ素材集めをまず考えたんか。ほんでサラマンダーの討伐まで行ったんやったかな。でまあその困った時に助けに来てくれる師匠がいるだとか、まあとにかくなんかこう心温まる、話やったかなっていう、非常にいいアニメやったなと思います。これ2期やってほしいですね。このアイリスとケイトがちゃんと借金返し終わってね、あのどう言ったんやかな、その何の心置きなく、何の心置きなく、ちょっと日本語おかしいですけどね、こうもっとこうサラサたちとね、あの なんつったんやかな、ちょっと言葉出てこんけど、いろんなことをね体験できたらなという、ぜひね2期やってほしいなと思います。いいアニメでした、ほんまに。終わりか。ちょっとロスりそうね、月曜のし、あのこの夜中ね。はい、ということで新米錬金術の店舗系12話、まああの良かったですよね。その実家と、まあその自分の店をね、まあ提携するという形で、でやっぱり最後も師匠が助けてくれたってことでね、まあ関わったみんなを幸せにするっていうのは、その中にはお前も入っとるんだという一言でね、まあ目が覚めて解決できたということで、もうオフィリアミリス大好きです。西賀美月さんいいですね。はい、ということで終わりですね。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、ここからは僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分はこのように世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、そして、大道芸人であり、メインは子供向けのパフォーマンスやってます。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はねコロナの影響で2年10ヶ月ほど仕事がまともにありません。貯金でなんとかやってます。はい、そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、なんと今日で999日、ついに残り1日、明日で1000日目ですね、なります。で去年推定2000本以上、8月18日より一昨年の4月頭ぐらいまでの動画ほぼ全滅しました。その悲劇を乗り越えてねやってるんですけども、
13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしたんで、現在9月14日にですね、分けまして、こちらをアニメのリアクションのサブチャンネルとして、今は活動しております。で、本職のチャンネル新たに作ったんで、こちら、URL 説明文載っけてます。で、毎日19時に1本だけ動画投稿してるんで、こちらもチェックしてみてください。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人浜社、最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。